ゴーシです。前回のですね、NS プロの950のね i59 での内訳動画と動画に続いて、今日はですね予告通りモーダス105120、そしてダイナミックゴールド S200 での、トラックマンでの試合、対象ヘッドスピードというのはですね、当然 NS プロの時よりは上がります。なのでそのあたりも含めてですね、皆さん、参考にしていただけるといいと思います。またねダイナミックゴールドの105とかを使っている方がいると思うんですけれども、モーダスの105と非常に近いシャフトになりますね。元上司で手元が少し、動いて先端を少し、硬くしているシャフトになります。このあたりはですねモーダスの105のシダ乾燥と比較的こう重なるものがありますので、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。それではレッツゴー。それではですね、早速やっていきたいというふうに思います。まずはモーダス105ですね。モーダルス105というのは、少しご説明しておくと、まあ、元上司ですね、先端が少ししっかりしてますから、プロに比べると球を抑えられて、まあ、クラブスピードが速い人向けに開発されたシャフトです。まあ、その中でもね、軽量 105g が軽量になってくるので、モーダスの125が一番重くて130がその次で120っていう形で105は、ね、軽量ですね。でダイナミックゴールドの105と似たようなシャフトになるので、まあ、その辺が、ね、ポイントになるかなというふうに思います。大体ですね、まあ、クラブスピードでいうとドライバーでいうと43から、まあ、45ぐらいの方が、ね、適正なのかなというふうに僕の方では思っていますね。まあ、大体アイアンで7番アイアンでいうとトラックマンでいうと36ぐらい、ちょっと36ぐらいで打ってみたいと思います。今ですねクラブスピードが 36.5 だったんですね。キャリーが 154.8 ヤード、でボールの高さは 30.8 ヤードですね。まあ妥当なところなのかなと思うんですけれども、まあ、ここまで来るとですねキャリーで155ヤード飛んでますから、まあ、明らかに7番アイアンの距離が160ヤードになりますね。もう一球打ってみましょう。今はですね少しクラブスピード上げてきました。 36.9 出ています。キャリーが 157.9 ヤードまで上がってボールの高さも 31.4 ヤードですね。まあですので、まあ、モーダス105っていう風になってくると、まあ、かなりですね、まあ、この i59 は意外と飛距離性能もあるなという感じになってます。それではね、モーダス120に、変えてみたいと思います。はい、それでは、モーダス120打っていきたいというふうに思います。でモーダス120はですね先ほどのモーダス105よりは、シャフト重量重くなるんですけれども、実際 120g はありません。 110g 台になりますね。なのでこの後打つダイナミックゴールドとかですね、例えばプロジェクト X とか、そういうシャフトに比べると少し軽いシャフトになります。まあ、でもね先ほどの105よりはあれですから、まあ、大体イメージとするとクラブスピード先ほどのねちょっと被るんですけども、トラックマン43ぐらいから、まあ、45以上46とかね出ても全然大丈夫だと思います。なので120もね基本的には7番アイアンでいうと35、6から、まあ、37、8ぐらいの方が対象になってくるというふうに思います。まあ今
一発目クラブスピード37だったんですけれどもね、キャリー 155.6、 球の高さが 32.8 ヤード、バックスピン量はね6050回転ですね。スピン量をですね、先ほどから NS プロの前回のエピソードから見ても、大体6000回転ぐらいを基準にちょっとやってるんですけれども、まあ、大体クラブスピード37ぐらい出た時にモーダス120だと、まあ、気持ちいいかなっていう感じがしますね。もう何球かね、ちょっと打ってみましょうね。オウ！まあ、ちょっとね、今ヘッドスピードが 37.8 出ちゃいましたね。もう一球打ってみましょう。オウ！まあ、今ねちょっとヘッドスピード出たんですけど 37.8 ですね、キャリー 154.9、 トータル161、まあ、ボールの高さが 33.5 ヤードですから、よく PGA ツアーのですね、テレビ中継見てると100フィートなんていう数字が出ますけども、それと同じですね。バックスピンも6209回転ですね。それではダイナミックゴールド S200 を打ってみたいと思います。まあ、ダイナミックゴールド S200 ってどういうシャフトかっていうとですね、まあ、皆さんも ご存知の通り、まあ、ツアープロでも使用しているプロ多いですね。実際僕もですね、長く使用してきました。最近はね、僕自身のアイアンはグラファイトデザインさんのツアー ND115 というのをね、年齢とともにそちらの方にシャフトを移行してますけれども、ですけれども基本的にはダイナミックゴールドの S200 っていうのは今でもウェッジに入れてますし、大好きなシャフトです。まあ、中弾道でね、そんなに吹き上がることがなく、僕は大好きな、ね、シャフトですね。まあ、操作性もいいですし、まあ、一つの基準になるようなシャフトなのかなというふうに思っています。まあ、これはね、もうクラブスピードがトラックマンでドライバーで言ったら50出る人まで全然大丈夫ですから、まあ、イメージとしてはトラックマンで、そうですね、やっぱドライバーで最低でも46以上出るような方が使われる方がいいんじゃないかなというふうに思います。7番アイアンもね、大体まあヘッドスピードで言うと38以上が対象になってくるというふうに思います。はい、まあ1球目ですね、クラブスピード 38.9、 キャリー 166.9 ヤードですね。まあ、ボールの高さも 34.7 ヤードで十分上がってます。もう何球か打ってきますね。まあ、今はですね 38.8 でボールの高さ 32.1 ヤードになったので、キャリー 162.9、 トータル 169.7 ですね。もうちょっと打ってみましょうね。そうですね、今クラブスピードが 39.4 で、キャリーが 171.3、トータル 178.5 で、ボールの高さ 35.5 ですね。まあ、これちょっと見ていただきますと、まあ、こんな感じですね。キャリーが 171.3、ボールの高さ 35.5、 クラブスピードが 39.4、サイドが 3.1 ヤード左という形です。まあ、このデータから見てもですね、例えばダイナミックゴールドの S200 でヘッドスピードが、まあ、39を超えてきて40近くなってくれば、球が35ヤード上がって、まあ、そうですね、105フィート上がって、キャリーで170ヤード以上出るというね、データが出ました。ということでですね、まあ、僕の感覚値でいうとブループリントとかよりはやはり飛距離が出るし、
まあ、I210 よりはやはり少し飛距離は出ないのかな。ただ打った感触ですね、正直打った感触としてはすごく芯が広く感じます。ヘッド自体はですね小さいんですけれども、まあ、これがまあアルミコアインサートなのかなっていう感じがしますね。なのでクラブスピードを上げて振ってった時に、まあ、ヘッドが小さいですからやっぱスピードは上がる感じするんですよね。 I210 より簡単にスピード上げられる感じです。やっぱりヘッドの体積がこう面積が小さいことによって振りやすいんですよ、やっぱりプロゴルファーの本能的に。だけれども打った時の許容性、全然球曲がらないしまっすぐ飛ぶので、いやなんかねこれはすごいいいクラブですよね。ほんとラウンドで使ってみたくなりますね。はい、いかがだったでしょうか。僕もねこの I59 ってますます使いたくなりました。実はね僕はですね I59 をダイナミックゴールドのツアー一周 X100 でピンさんにお願いしています。もうそろそろかな、まあ、この動画がアップされて、しばらくすると僕の手元に つくと思います。またそれが続いてしたら、またいろいろコースしだしたりとか、またここでトラノモンで打った動画を上げたいと思います。まずねその前に今日の動画を、皆さんに、ね、参考にしていただいて I59 ねぜひ皆さんも打ってほしいですし、テクノロジーの進化が感じられるヘッドで、あとねなんつってもかっこいいです。かっこいい、綺麗ですよね。僕もねゴルフクラブ大好きなんですけれども、またね打ちたいなっていうふうにどんどん思いました。そしてラウンド行きたいなっていうふうに思います。皆さんもねぜひこの秋にですね I59 手に入れていただいて、一段とねゴルフを楽しんでいただけたらというふうに思います。今日の動画がねもし参考になればぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。